はい、えー、それでは、えっ、ー、と、スワンステークス、アルテミステークス、そして天皇賞、秋いきます。はい、えー、いよいよ G1 も4回目かな、これで、秋開催は1、2、3、4つ目か。はい、東京開催の G1 に戻ります。戻りますってか、今回初めてか。はい、<laughs> 秋開催初めてだね。えー、スワンステークスから、土曜日ね、二重賞なんですね、これね。はい、あ間違いない、こっちか。はい、えっ、ー、と、スワンステークス、えっ、ー、とね、ルガール。 ちょっとこれ予想図なんです。あんま、極端に参考にならないんですけど、ルガルがね、ビッグユーザーのこれ単勝7.4倍だよ、これ,これ。単勝7倍だよ、1万人気って。珍しいんちゃう ?6 倍だよ、結構見るけどね。まあ、あくまで予想図なんですけど、ルガル、豊タさん、グリアンジャーガーズ、岩田ミライさん、アベラーレが、ちょっと、が、これ回避ですかねちょっとわかんないです。えっ、ー、と、エクセトラがモレッチャン、デララクリスティン、スガラキラさんとなってます。はい。 アベラーレが、騎乗ハテナです。ごめんなさい。まだ決まってないんかなこれな。はい。えっ、ー、と、前走の津崎さんでインコースからさばいて勝ちました。上がり32秒8。はい。本命、確か最後切り替えましたけど、よく頑張りました。オハ杯もね、4着やったんで、悪くなかったと思います。はい。東京マイルもね、悪くないかな。まあ、やっぱ左回りで活躍してるもんなんで、まあ、あの、引き続きこのままでいいと思ってます。ごめんなさい。えー、っと、言いつつごめんなさい。今回右回りです。ごめんなさい。<laughs> ごめんなさい 何を、何を想定したかしないけど、今回右回りですね。ごめんなさい。すいません。問題ないですって言ったけど、ミキサーで右回りは、ごめんなさい。右回りですね、今回ね。京都やし。京都がね、ここ直近であんまり走ってるマが少ないんで、回収工事もあって、参考になりづらいんですけど、外回りの専用 まあ、京都スマリり戦4って、あれですよね。よく言う、あの、マイルでも間に合う外回りなんで、問題ないかなと思うんですけど、まあ、右イルどう出るかってことですね。まあ、てか、その前にこのレース出るんですかって話ですね。はい、エクセトラ、これが、えっと、漏れちゃん漏れてた漏れてる漏れてますね。はい、漏れ漏れ人気、全数一番人気4着。はい、え芝、ー、で3勝クラス買った後ところで、まあ、東京マイルはね、あの、ブルカーの相手に、2勝クラスでつけるルミちゃんで、ね、買ってるんで、あ,あ、ごめんなさい、東京マイルちゃん。 なんかあれさっきからアルテミステックスがうってことです。京都1 0ごめんなさい。その前ですね。ごめんなさい。えー、京都1 0貴重なデータありました。はい、10ヶ月ぶりに京都開催来てルメちゃんで買ってます。ごめんなさい。こんなデータ出して。ごめんなさい。ありました。はい。まあ、ただ、あの、あくまでも昇級戦なんてどうかなとこですけど、まあ、モネちゃんはね、モネさんマジックあるんで気をつけてください。はい。グレンディアカース。えー、5歳ですね。うん、高松の目5着でしたけど。 最近ちょっと大事、最近ってか、うん、そうや、最近か、大事に使われてますね。っていうか、阪神専用講師やけど、京都多分初めてちゃう、このそう、ま、やね、2020年でちょうど、京都開催がなくなってからのものなんで。さあ、京都専用でどう出るかっていうところで、ある意味面白いかなと思ってます。2万人気ですか。去年、今年か、阪急杯でお試しで休み明け7着で仕組ったんですけど。今度は見られやしな。 難しい。2番人気やったら買いづらいですね。はい。次、ララ・クリスティーンでいきましょうか。このまま。はい。えー、でも、おさないでください。京都インバステ X クス買ってますけど、舞台は半神でした。ララさんも、あれかな、京都会、あ、ごめんなさい。新馬戦で勝ちってますけど、京都適正を張ってないです。うんうん。新馬戦以来ですね。どうでしょうか。新潟県念9着。 まあ、休み明け一層目って考えると、ここで来てもおかしくないかなってことで、専用のが向き、舞台が合うと思ってるんで、クリスティンのちょっと期待してもいいかもしれない。ちょっと菅原さん強度果てないけど。はい、ルガル。これは多分、決勝人気で押し出された一番人気ですね。豊タさんってところですね。あとは、青いステーク、貧弱の実績あるし、立場のステークスでね、フレワータは圧勝してる実績ある。 まあ言うて、京都経験一番豊富ですね。ある意味ね、2023年に3回走ってます。はい。これはプラス材料と見ていいし、前走一番人気です、スザックステークス、リセット行奏、新潟で3チェック取ってますので、もうんまあ、分かった。一番人気な理由分かった。OK。はい。ただ、トータルすると、グレアディアガーズが、まあ実績は一番。G1 林。はい。で、アベラーレも前走重勝勝ってるんで、やっぱこの意図は、まあまあ不安ありますけど、 あのまあ、ララクシーのそうだ。から、エクセトラルガルがちょっと昇級に近い、ね、まあちょっと青いステークスに着もありますけどね。まあまあ、昇級って考えたらちょっと、そこら辺の1億分けはしてた方がいいんかな。一応ね、あのー、まあ、どのもんもチャンスあると思うんですけど、1億差っても G2 クラスなんで。 意外とね、この前哨戦の G2 ってのはあんまりあれないんですよね。G3 反対戦とかであれるんですけど、はい。期待しててください。あとでもね、インダストリアとかウィングレーティスとか、ウィンマーベルとか、あの、十分実績で出てきたものがおるんで、まあ、阪神、雑教とか被災でどうかっていう人たちばっかりですよ、予想でね。初めてでってところで。なんで、インダストリア、ウィングレーティス、ウィンマーベルあたり。は、まあ、別にあの、ここで、あのね、ダノンスコーピ、ダノンスコーピアも出るんか、これ。ってところで。まあまあ、あの、ね、道志マコオとかもいるんでね。 なかなか揃ってるっちゃ揃ってるんですよ。ルージュスティリアもロータスランドもおるしってところでよろしくお願いします。結構おるんですよ、意外と。意外とおる。意外とね。意外とだしてるか。はい、次、アルテミス行きましょう。テミちゃん。うん。テミちゃんは、えー、チェル、チェルビニア読まれへん。ルメちゃんライトバック、浜中さん、サフィーラー、松山さん。なんか、普通に5人気で決まりそう、これ。ち <laughs> ゃうかなんか、なんか見た感じでいいじ はい。チェルビニア、えハーベンジャー、チェッキーノです。ノッキングポイントの兄弟です。はい。えー、全組仕切り直して、新潟選手で圧勝。まあね、新馬戦もボンドカールで負けた2着だったので惜しかったと思います。はい。なんで、まあ一番人気でしょうね。うん、うん、飛ぶかどうかは別にして。はい。あと、ライトバックってな何すか見たことあったっけな。見たことあ,あ,あるわ。 はいはいはい。新潟18のがりっきりですね。はいはい。32秒8ですからね。これは、確かに買い材料ですね。スタート一息だったかな。11番ってついそう。後方二止目から、ね。最後直線で3番ってかこう、差し切ったんで。これ能力あるんちゃうかな。一応見ときます。うんと、ババアの今、後方で、こっから外持ち出して。 持ち出せず、もう一回打ち戻って、もう一回こっから外で。まあ、長い直線やったんで、追い出しはね、ある程度自由聞いたんで、とまあ、東京に来てどうですかってことですね。はい。まあ、えー、ある意味、コースがあるあなたが B コース変わるのかな変わったとして、まあまあ、打ちが良くなるからね、ちょっとそこがどうかですよね。この外行きが決まるかどうか。ただ、追い出してからなしは確かに間違いなく、見た、これ。別格やったんで。はい。 出してからな、バシがエグかったです。32秒台か。はい。気をつけときましょう。あと、サフィラですね。これもね、あの、新馬戦しくってインコース詰まったぞ、これ。<laughs> 思い出したこ、これ。思い出したぞ、これ。インコース大詰にして負けたぞ、これ。で、前走勝ち直しましたってところ。で。はい。この3頭が人気です。 あともね、えっ、ー、と、新橋戦圧勝した者たち他にもいます。はい。あの、新潟マイルでね、スティールブルーやったっけはい。新潟マイルで圧勝したもんもあるし、30秒行き、しかも39ですよ。だから、結構、実績だけで言うと、あの、隠れてるも多いです、これ。だからね、やっぱり、両血馬、サフィラとかね、あの、サラキアとかも兄弟ですし、チェルビニエも、ジェッキンのとこでしょなんで、まあ、そこそこね、両血馬、あるいは、えー、奇襲、えー、旧車、 調教師ですね。ここに集中されてるだけでも、この町でね、未勝利であくまで勝っただけなんで、まあ、新馬戦の負けなしって考えると、他にもいっぱい今おるんで、これはね、そのまん、あの、三撃丸のチャーハってたんですけど、意外と意外かもしれないんで、まあ、気をつけください。スティルブルーとかね、シルクレーシングなんでね、はい、気をつけましょう。はい、最後すいません、天皇賞記ですね。 はい、えー、来ましたね。イクイノックス来ました。ルメッチャン、プログノーシス、カーサン、スター・ザ・ーンス、テムッチャン、ドーデュース、ジったかザンダ・ノンベルが、モうレッチャンまでが一桁。あと、まあ、ジャック・ドールとかね。います。ジャスティン・パレスもいます。キャラ、面白いですね。なんと、13頭天皇社記ね、毎回少ないですよね。フルゲあんまないですよね。はい、で、まあ、まずイクイノックスですね。すごいですね、これ。本賞金7億ですか、これ。<laughs> あれ、なん、10億 ?10 億違う、平地 <laughs> へ平地で7億これはえくい。<laughs> 平地で7億これは海外見れてるからかなびっくりしたの ?7 億平地で7億はい。で、スターズ・オン・ス、ダノ・ベルガ、ドデュース、えー。プログノーシスがね、河田さんで、札幌県の圧勝したもんですよね。まあ、なんですけど、ここ、ドデュースも SM や,やけど10日に2000億かわからんとして、ここね、あの、スターズ・オン・ス、ルメちゃん、デムちゃんか乗り換わり。ダノ・ベルガがモネちゃん。 もう、外人3人でいいんちゃうかな、これ。イクイノックス、スターズ・オンス、ドナンベルーガーでしとくこれ。ここちゃうもん。ここ <laughs>。もう外人やろ、これ。もう選手わかったもこれ。もう、喫下賞でね、漏れる目やったよ、これ。な。やっぱ G1 やっぱな、外人じゃなかな,なんかん、これ。うん、スターズ・オンスもね、ビクトル・マイル3着やって、ちょっと追走苦労しましたけど、3着来たんでしっかり。まあ、俺は買ってたレースやったんで、ここ2000になっていいと思ってます。はい。 東京163かやったんで、東京2000も合うと思ってますし。<laughs> はい。ジャノンベルーガもね、東京2000が一番ベストな舞台なんで、絶対仕上がってると思うんで、ここですよ、これ、うん。堀さんが森ちゃん連れてんやろじゃあここや、これ。やっぱ、やっぱ堀森や。菊花賞ねー。堀森ね。うわ、喫下かーもで。もうん。いやー。今夜やろうと思ったら来たからね、京都でもね。誰ああタスティラか。来たからね。ここやな、これ。ここちゃう であれやろプロゴノーシスが、まあ、同ージュースあるとして、プロゴノーシス人気すれ取ってんやのこれ。イクイノックス、タードナース、ドージュース。三連複二番人気ぐらい。ここやな。三連複二番人気で、まあ、プロゴノーシスとして、まあ、七倍。六倍。六倍三連複ここや。はい、以上です。三連単で買おうと、でイクイノックス様なんだなそれはなんか、まあ、ナンセンスやか三連複一点で六倍ぐらいあったんちゃう。買おうか知らんで。うん、枠順もあるしな。はい、このまましときましょう。ちょっと枠順八億とか入ったしんどいからね。 死んでないか13歳。はい。また自己調査できればお会いしましょう。無理やったらまた本チャンでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。